はい、皆さん、こんにちは。タートルです。今回はですね、太ももを細くしたい中学生ということで、中学生の時期にね、太ももを細くしたい人、結構いると思うんですけども、まあ結論からまず言うと、太ももを鍛えないということがね、まず結論になります。な、ま、ん、あ、でかっていうとですね、中学生という思春期の時に、やはりクラブ活動とかね、 体育の授業で、しっかりね、筋肉をね、使ってしまってます。やっぱり走ったりとかね、縄跳びとか、あとはもうクラブ活動で言ったら、スポーツのね、クラブ活動入ってる人は、もう走ったりでね、しゃがんだり、いろいろね、トレーニングをしていると思うんですけども、それで必ずね、太ももが筋肉発達して、太くなってしまいます。で、一般的に、ダイエットの情報出ているっていうのは、小中高生とかではなくね、 大人の人がね結構見てるんですよね。なので、大人がやってるダイエットの情報っていうのを、思春期のね、小中高生がやっちゃうと、まあ、逆効果になる場合がね、結構あります。で実際、思春期の時代っていうのは、鍛えたら痩せるっていう感じではなくですね、頭をしっかり使ってるんで、学生時代っていうのは頭をね、使ってますんで、頭を使うっていうのは、 意外とカロリーをね、消費しますで。頭を使ってカロリーを消費すると、やはりお腹が空いてきますんで、そこでいっぱい食べてしまって、学校や、まあスポーツで、運動でね、力を使ってしまうと、筋肉がね、しっかり発達してしまいますんで、まあ細くしたい逆効果になってしまうということになります。どうしたらいいのかっていうと、できるだけマッサージとストレッチを必ずね、行ってください。筋肉を緩ましておくと、学校で、 筋肉をもし使ったとしても,もう疲れにくくなってきますんで疲れにくい状態で家に帰ってまた疲れを取ってっていうことを繰り返すとですね筋肉は発達しにくくなって逆にね、まあ、緩んでしまうと細くなってきますなんで中学生でね補足したい場合はあまり使わないっていうぐらいのイメージの方が細くなりますネットの情報ではねスクワットしてくださいとかねよく出てると思うんだけども、まあ、スクワットをするとね太くなるんで ま、逆にもうマッサージをして力を抜くっていう感じの方が中学生の時はね、太ももが細くできます。あとは自転車に乗る時とか、そういう時もね、あんまり重たいギアを踏まない。できるだけ軽いギアでね、サクサクサクっとね、太ももが疲れないように自転車を乗っていくことも大事です。というわけでね、中学生が太ももを細くする方法なんですけども、結論は鍛えないということです。鍛えずにストレッチ、マッサージ。 で、運動部の人はね、やっぱり使ってしまうからしょうがないんですけども、もしね、痩せるために運動部に入ってるんだったら、まあやめた方がね、スタイルは良くなります。ということでね、ぜひ太ももを細くするために頑張ってみてもらえたらと思います。今日もご視聴ありがとうございました。